はい、おはようございます。おはようございます。キャプテン浩二です。おはようございます。今ね、週末前の朝の出荷に、行ってきました。で、今帰ってきまして、倉庫の前にいます。こんな感じでね、セミがね、ものすごくね、僕のお家の前のね、裏山、セミがね、たくさんいるんでしょうか。とてもね、うるさくね、鳴いております。ちょっとね、倉庫の中に入ってみたいと思いますね。はい、倉庫の中に入ると、幾分ね、静かになりますね。はい、それではね、早速ね、もう作業に入っていきたいと思います。今日はね、そんなに暑くないですけどね。作業というかね、作業してました。この草刈り機、連日ね、草刈り機の先日修理した草刈り機の燃料タンクね、修理したんですけどね、やっぱりね、こうやってね、ガソリンがやっぱり漏れてきております。そしてね、プラスチック樹脂でね、樹脂でこんな感じで温めてね、ヒーターハンダゴテでね、温めて、こうやってね、樹脂をね、やったんですけども、やっぱりね、隙間ができておりまして、そこから漏れております。ガソリンでね、やっぱりね、ゴムとかね、プラスチックでもね、ガソリンがね、やっぱり浸透してね、どこか穴が開いてね、しまうんですよね。ですので、もう今回はもう、修理はね、もう諦めて、新しいね、タンクを買いたいと思います。新しいタンクをね、Amazon でね、昨日見つけてね、タンクがね、1500円ぐらいで売ってますのでね、汎用品のね、それを買いたいと思います。それではね、ちょっとね、タンク外してみましょうかね。外るかな。六角レンチやね、六角レンチで、ちょっと外してみたいと思います。ちょっとね、倉庫の中暗かったらごめんなさいね。音がね、静かになりますのでね、倉庫の中でちょっと作業しますけれども、ちょっと待ってくださいね。はい、それではね、もうタンク外します。あっ、はい、簡単に外れると思いますので、今タンクは外しております。六角で止まってますね。
もういろいろやってみましたけれども、やっぱりちょっとダメですね。ガソリンでね、溶けてね、はい、ちょっと待ってね、六角レンチがなんか変なようになってます。六角レンチがね、六角レンチについてる、あ、ニッパーがないな。ニッパーで切りましょうかね。六角レンチがおかしなようにな、おかしくなってますね、これ。よし。はい、取れました。はい、すいません。よいしょ。そしたら、またやります。
燃料タンクが取れないので、あのリコイルスターター取らないとね、燃料タンク取れないので、ちょっとリコイルスターターをちょっと取ります。はい、はい、こんな感じでね、簡単に取り外しできましたね。そして燃料タンクはこんな感じですね。汚いな、これ。よいしょ。はい、取れましたけれども、ちょっとね、すごくね、あの汚れております。燃料タンク取れましたけどもね。ちょっと後で清掃してね、きれいにしておきます。そして、これは取れないな。はい、取りました。なかなか面倒ですね。よいしょ。はい、取りました。はい、こんな感じでね、燃料フィルターがついてます。燃料のね、はい、3箇所で、そしてこれですね、燃料タンクですね。これが燃料の底、反対側から見てみるとなんか潰れてるような感じになってますね。
はい、これをね、新品に交換しますので、新品買いたいと思います。新品買ってね。ふぅ。はい、そんな感じで、終わりたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。これ Amazon でね、ちょっとね、インターネットでちょっと探してね、見つけたいと思います。それでは、この辺で失礼いたします。